帝平鉄小木9年、建立25年2月15日は、琉球王国の官僚、歴史家、琉球の聖師である、九尾編参者の一人、琉球国球期、中山よぷふまきなどの編参にも携わった。通称は、小羽倉親方、和名は、伊坂はゆ美。久米村、帝氏12世、帝広資料の4、男として生まれる。1720年、 真の復讐に留学、三年間勉学して帰国し、翌年六月に公開誌となる。1721年、里幸子親雲上となる。同年、完成となって、再び渡り義氏し、北京の国古館に入学、1729年3月帰国し、同年4月再び公開誌となる。1730年には、小慶王に、 禁止録収容を事項した。また、琉球の知事である琉球国由来記を改定、簡約した琉球国旧記を編纂した。1731年、漢文の聖師、中山祐布芙麻の編纂を始める。1734年10月に、調子に、同年12月に渡り刑事事等になる。1738年、病気のため調子を辞職し、 1739年、伊佐川地頭に代わり伊佐川親雲上となる。1742年、表選文、安文、四文その他の漢字公文書の作成を担当する漢文組立役が初めて設置されると、これに任用される。1743年2月、先に編纂を始めた中山よぷふ巻を編集するために、趣里に移り、同年9月に完成させると、 翌10月から、最高墓、良好、脳女法とともに、キュの返産に取り掛かり、2年後の1745年10月に、完成させた。低平鉄は、各方面への死者の役割も果たしており、1732年に、と突如、1748年に、新興福祉正義大部、1756年に、小木王作法者音福祉資金大部として、清市に渡った。 また1752年には、小木大札くらいの社恩施設団の儀営生として、江戸登りしている。1755年に、久米村のトップである総理、東栄寺に進む。1758年、三士官に次ぐ以外の三士官座敷となる。ありがとうございます。